最近ですね、祭礼についてええ加減にせよというようなことを何回もこれ動画で上げて市民の皆さんにお知らせをしているわけです。で、主催者である年番とですね、あとは市長である公平が説明を本来はしなければならないにもかかわらず、市民からの説明を受ける場というのを一切持たないですよね。で、そういうことも察してとんずらやということも言うておるわけですけども、今回は田市の議員から指摘をいろいろされましてですね、9月に、やる岸和田旧市春木の祭りがですね、その後10月祭りのですね叩き台になるよというようなことで指摘をいただきました。それについて項目ごとに4つほど挙げさせていただきます。これ4つみんなバラでやりますんでね、もういつも長いって言われるんで、これまずここですね、1番救急車の問題ですよね。これ、救急車自身は平時であろうがなかろうが、また市からも借りてるし、他市に行くこともあるわけですよ。で、祭礼中にはですね、特に熱中症なんかで他市からお借りをするということが多いわけですよ。9月末になんかはね。ならそれはですね、タクシー代わりに使ってるやないかいということを言われておるわけです。これ議会で言ってるんですよ。だからそんな中で岸和田市内でですね、救急車は充足をしてるんやというようなことがほんまに言えんのかということですよね。これ載せましたけども、2012年12月にですね、竹ちゃんが言うてますよね。これ全国的に見ても完全救急部隊数が足らないというふうに思いませんと。よく一般に耳にする救急車をタクシー側に使うとか、そういうような事例は本市においてどのように把握します。これまあ、これ自体を確認をしてないということを消防庁なんかはですね、この時は説明をするわけですよ。この時はですね、要請を受けた時点でタクシー代わりかどうか分かりませんと。明確な基準もないから数について把握してませんよということを言うわけですよ。これ2012年12月ね。で、また翌年ですね、2013年の9月においてはですね、鳥居さんがまた同じようなことをこれ言うわけですよ。ここ4年間、平成20年から20年の間に出動回数が毎年500件ずつ増えていっとるよねということで、まあ、候補岸和田でも適正利用をアピールしとるということで、本当に必要な人は救急車を使えるようにですね、このタクシー側に使っているような使い方はやめてほしいというような仕上げて、救急車の適正利用をもっと進めなかのちゃうんかというような質問をしてます。これはだから一般的にということをタケちゃんも言うてるわけですけども、これ鳥ちゃんもね、結局まあまあずっと言うんだけども、質問するんやったら自分もちゃんと調査しとかなあかんよねという話なんですけれどもですね、こういうことを聞くということ自体が結局タクシー代わりに使ってて、いろんな形でですね、岸和田の救急が足りてないんじゃないか、お待たせをするということがあるんじゃないかというようなことを指摘をしているわけですよね。で、そういう現状の中でどのようにですね、他市から救急車をできる限り借りずに、このコロナ禍の中でですよ、祭礼を執り行うんか、これについて説明をすべきであるというのが1項目目であります。